ラブアタック、ラブアタックは、1975年11月2日から1984年10月14日まで、朝日放送で放送されていたゲーム形式の恋愛バラエティ番組である。番組スタートからしばらくは、基本的に関西ローカルで放送されていたが、番組販売でネットしたつも一部あり、1977年4月3日、 放送文からテレビや朝日系全国ネット番組となった。当初のタイトルはラブアタック。七人の侍で、当時は毎週日曜18時25分から18時55分に放送されていた30分番組であった。それから5ヶ月後の放送時間の変更、拡大を機に上岡が司会に登場。同時にタイトルもラブアタックとなり、 毎回1時間を2つのカテゴリーに分けて番組を展開した。番組参加者の大半は主に関西の大学、主に関赤同律及び参勤交流、専門学校生及び関東の私学、総計やマーチ、東京大学や一橋大学、また岡山理科大学が中心となっており、毎回それぞれのカテゴリーで登場する女性、かぐや姫をめぐる、 男性参加者の攻防が展開された。第一部、前半は、体力に自信のある、男性参加者、アタッカー1回につき5名が様々なゲーム、口実に挑戦し、最終的に優勝した男性には、スイスの高級腕時計が贈られ、かぐや姫のいるステージで愛の告白をする。商品告知の際、縦板に、水の上丘の工場が済んだ後、 ホテルプラザベルベデアーのディナー券という言い回しを、ボケ役のノックが再度繰り返すが、滑舌悪く発音できないことがオチであったが、時にはそれを見た上岡と和田がノックに突っ込みを入れることもあった。男性が椅子に座った後、かぐや姫は男性の好みのタイプであるかどうかスイッチで判断し、観客と敗者となった男性参加者が、落ちろ、落ちろ、とコールしながら司会者が、 上岡君の命はいかに参ります。司会者全員スイッチオン。と尋ねる。かぐや姫がふさわしいと思えば、イエスのスイッチを押して、カップル成立。ファンファーレが流れ、天井に吊るされていたくす玉が割られて、大量の紙吹雪と紙テープが降り、カップルにふさわしくないと思えば、ノーのスイッチを押し、しおれたファンファーレを流した直後に男性を、 ステージ下の奈落の底へ降下させるというものだった。カップル成立後は、キスを交わすことが恒例となっていた。第1部と第2部の間には、ゲストを迎えた歌やトークのコーナー、中期、学生が自ら体験した出来事を面白おかしく、語る、キャンパスレポートなどのミニコーナー、後期や、かつて本番組に参加して失敗したアタッカーの、その後を報告するコーナー、末期があった。 第二部、後半は、主として、自己 PR や、歌や一発芸を中心としたパフォーマーを中心にした、男性参加者、一回につき四名が、そのパフォーマンスを、かぐや姫の前で披露し、上岡が、大学名などの、君がかぐや姫に捧げるその歌は、歌手名、曲名張り切って、どうぞ、と紹介していた、最終的に、第一部と同じように、今度は、 男性全員が一人ずつかぐや姫に愛の告白を行うが、カップルが成立した時点でくす玉を割り誕生した、カップルが降りた後、残りの参加者は、くす玉のテープがマウステージに登壇させられて、自動的に奈落の底へ強制降下させられるというものだった。なお、大抵の回で両方、またはいずれかでカップルが成立したものの、 両方ともカップルが成立しなかった回や、第二部が一人目で、カップル成立という回も年に何回かあった。後期になると ED では、どちらかのかぐや姫がダーツをして、敵には、1、2、ハズれが書いてある。1もしくは、2に当たったら、当たった方のかぐや姫、カップルが成立したら、男性も、2、海外旅行が送られた。この時も観客は、はーずーれ、はズーレー。 とコールしていた。数ヶ月に一回、かつて失敗したアタッカーが別なかぐや姫に再挑戦する、みじめアタッカー大会が行われていた。この、みじめアタッカー大会に繰り返し出場することが、当時一種のステータスシンボルとされ、大川豊、和田博、樹、和田和樹兄弟らを輩出した。なお挑戦者が登場した時の紹介テロップは、通常は、名前、年齢、 番号、所属大学だが、惨めアタッカー大会の時はこれらのほか0 0に、振られたと過去失敗した、かぐや姫の名前も載せていた。収録は、基本的に、朝日放送の局舎内にある、ABC ホールを中心に行われていたが、和田加入後は、毎年2月に、北海道札幌市の札幌雪祭りの会場の一つで、ある、 雪の HTB 広場での公開収録も行われていた。札幌雪祭りでの収録時にも楠玉、中身は大量の紙吹雪ではなく、本物の雪が用意されていたが、奈落の底は滑り台形式になっていた。また、岡山市の岡山武道館での公開収録では、奈落の底の代わりに椅子がロープウェイのようになっていて、ステージ上から飛んでいった。この他にも、 NG であれば、ホクロに連れて行かれるという演出が別の公開収録であった。時にはプールで行うこともあった。しかし、かぐや姫は毎回水着姿ではなかった。なお、NG であればプールへ落とされた。とりわけ、インドネシアのバリ島での公開ロケ2回2週分の録画は大好評だった。これは、高田義和プロデューサーの努力で実現し、 ガルーダインドネシア航空と現地の豪華、超一流ホテルの協力で実現した。司会者のビザの取得で、かなりの苦労があった。この番組には、半ば常連で出場する、惨めアタッカーも少なからずいて、その中には、後の放送作家、小説家、桃田直樹、報道番組、ニュースステーションのコメンテーターを務めた、菅沼栄一。 ニュースステーション出演時は朝日新聞編集委員などがいる。また、関西テレビアナウンサーの毛利八郎、CBG テレビアナウンサーの塩見圭一、元日本テレビアナウンサーの小倉敦志、何話のカリスマ天上員、平田真也、タレントの清水慶、松本龍女、富泉美、大川工業総裁の大川豊かなども出場したことがある。 かぐや姫として出演した女性からは多くの女優が生まれている。カップル誕生の商品が当初は石垣島だったが、それが和田の司会就任と相前後して海外旅行となり、バリ島旅行に決まってから、かぐや姫、アタッカーともに応募者が急増し、視聴率も飛躍的に伸びた。開局記念番組でこの番組が紹介される際は、肖像権などの理由から、 主に、清水慶が出演した回が放送されている。また、桃田直樹が1978年に出場した回、当時3回生、過去5回 NG を他局の番組紹介することもある。アタッカーの在学する大学により、ある程度のキャラクター設定があった。中でも、和田やノックの突っ込みの多かったボケキャラの設定を一心に受けていたのが、京都産業大学であった。 番組の人気上昇に伴いそのイメージはますます定着した。また、アタッカーの大学改正という自己紹介によって、関西では大学の年次を年生ではなく改正と呼ぶということを知った人も多いと言われている。1984年10月14日の放送をもって終了し、ローカル時代を含めて9年間の歴史に幕を下ろした。なお、 最終回には結婚に至ったカップルは例組ということが明かされた。1990年には TBS の解決黄金時間帯の復刻コーナーで取り上げられた。ノックを大平志郎、上岡を大平三郎、和田を山瀬まみ、ホリプロの後輩が奮した。2002年11月には BS 朝日でデジタルラブアタック。 というタイトルの復活版が放送された。パロディとして、フジテレビ、めちゃにイけてる。マネージャーラブアタック、2004年6月19日、26日放送、にて、かぐや姫である、高島綾穴をめぐり、放送当時のマネージャーである、片山勝造、極楽とんぼ担当、南馬則木よ、よいこ担当らが当番組の形式でゲームを行った。 なお、全国ネット化された1977年4月以降、制作局の朝日放送では、毎年8月に夏の高校野球中継時期を迎えると、定時放送ができない時期が発生していた。その際には一旦、テレビ朝日をはじめとするネット局に裏送りしてから、本来とは別の日時に振り替え放送する手法を取っていた。同局はこれ以後、 日曜十時枠日曜十時三十分枠日曜九時三十分枠の自社制作枠で同じ対象を取り続けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。